こんにちは、かよです。最近は暑くなって毛穴の開きや黒ずみが気になる季節だと思います。そこで今日はおすすめのプチプラ毛穴スキンケアを紹介したいと思います。目変わり最後のご購入の参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まずはクレンジングオイルです。最初はこちら、魔女工場ピュアクレンジングオイルです。ファエのクレンジング部門では現在第4位、口コミ評価は 4.20 です。こちらのクレンジングオイルはホホバオイルが配合されていて、毛穴に詰まった汚れを浮かし出す効果が期待できます。またこちらはクレンジングオイルと洗顔フォームの中間のような使用感で、最初にオイルで優しくメイクをなじませた後に塗る前に混ぜて乳化させた状態で毛穴に詰まった汚れやメイクを落としていきます。テクスチャーはサラッとしたオイルタイプです。洗浄力はそんなに高くないですが、成分が優しく洗った後は突っ張り感がありません。仕上がりは潤い感があり、毛穴汚れもすっきりと落ちるのが嬉しいです。使ってみた感想は、私は乾燥肌なのでクレンジングオイルは乾燥してしまって、逆に肌荒れを引き起こしてしまうことも結構あったんですけれども、こちらに関してはオイルでも保湿力が高く、敏感乾燥肌でも刺激とならなかったというところが気に入っています。メイクをしっかりと落としたい時や毛穴の汚れや詰まりが気になる時は、温かいタオルを毛穴が気になる部位に少し置いた後、こちらのオイルでくるくると鼻周りなどをマッサージしてあげると、簡単に毛穴の汚れがポンと綺麗に落ちるので、こちらは毛穴ケアとしてもおすすめのアイテムです。続いてこちら、メイクプレムセーフミーリリーフモイスチャークレンジングオイルです。ファエのクレンジングオイル部門では現在16位、口コミ評価は 4.28 です。こちらもホホバオイル、ひまわり種子オイルなど様々な植物性オイルが配合されており、メイクはもちろん鼻の黒ずみケアもできる優しい成分のクレンジングオイルです。こちらも先ほどの魔女工場と同様に、メイクに少しなじませた後、ぬるま湯を混ぜた後にもう少し軽くマッサージしてあげて、毛穴に詰まった汚れをしっかりと落としていきます。テクスチャーはサラッとしたオイルタイプです。しっかりメイクも1回ですっきりと落ちながらも、洗った後は突っ張り感がありません。1回でも鼻の黒ずみや毛穴汚れが綺麗になるのを実感することができます。使ってみた感想は、こちらも魔女工場と同様に成分が優しく、しっかりメイクを落としながらも毛穴ケアもできるので、クレンジングオイルなら私はこちらの2つを使うことが多いです。メイクプレムはこれ以外にも優秀なアイテムが本当に多く、軽いメイクや日焼け止めだけ落としたいという時は、同じくメイクプレムのクレンジングミルクを使ったりと、メイクやお肌のお悩みに合わせて使い分けることが多いです。続いて美容液です。 B プレーンバハピーリングアンプルです。ファエの美容液部門では現在20位、口コミ評価は 4.22 です。こちらは緑茶水 80% とお肌の角質をケアするバハ成分が配合されている夜用のピーリングとなります。眠っている間に硬くなった角質を柔らかくして、翌朝洗顔後ツルツルのお肌に整えてくれます。テクスチャーはサラッとしながら若干とろみがあるタイプです。ベタベタ感やピリピリ感もなく、お肌にスーッとなじみます。香りも全くありません。使ってみた感想は、洗い流したり特別なケアをせずにスキンケア感覚で角質ケアができるという点が気に入っています。敏感肌でも刺激なく使うことができて、こちらを使うと翌朝お鼻のザラザラなどが改善していて、お肌がツルンとなってニキビの予防にもなっているかなと感じました。ただ低刺激ではあるんですけれども、ピーリングとなるので毎日使うのではなくて、週に2回ぐらいお肌の状態に合わせて使うのがおすすめです。続いてスペシャルケアです。最初はこちら、ビニスフリースーパーボルカニックポアクレイマスク 2X です。ファエのウォッシュオフパック部門では現在6位、口コミ評価は 3.96 です。こちらは塗って10分後に洗い流すタイプのパックとなり、毛穴縮小、余分な皮脂吸着、角質除去、鼻の黒ずみ除去、クーリング効果のある泥パックとなります。テクスチャーはこっくりとしたクリームです。クリーミーで柔らかく滑らかに塗ることができます。中にはつぶつぶが少し入っていますが、刺激となる程度ではないです。10分間待っている間もパキパキに乾燥したりすることもないです。使ってみた感想は、こちらは毛穴の開きや黒ずみに効果を実感したパックでした。1回の使用でも鼻の黒ずみが綺麗になったのを実感することができたので、これからの季節に定期的に使っていきたいアイテムです。あとはパックをしている時や洗った後、ひんやり感がお顔に残るので、夏の暑い季節に毛穴の引き締めのスペシャルケアとしてもおすすめです。続いてこちら、 CNP アンチポアブラックヘッドクリアキットです。ファエの鼻パック部門では現在1位、口コミ評価4.04 です。こちらはベリベリ剥がすタイプの鼻パックではなく、自然な成分で鼻の黒ずみを溶かして、奥にある皮脂を浮かして綿棒で優しく拭き取り、最後の引き締めまでできるセットとなります。使い方は、まず1と書いてあるパックを洗顔後化粧水などで整えた状態のお肌にのせて、10分から15分程度時間を置きます。10分から15分後、パックを取った後に黒い綿棒で皮脂とブラックヘッドを取っていきます。刺激にならない程度で少し押しながら汚れを取っていくと、綺麗に角栓が取れます。次に2のパックを5分から10分程度乗せていきます。
こちらは毛穴を鎮静して引き締める効果があります。ちなみにこちらの2のパックは冷蔵庫で冷やしたものを使うとより毛穴が引き締まります。使ってみた感想はこちらは毛穴の黒ずみ除去から引き締めパックまでセットとなっているので、簡単にお家で毛穴のスペシャルケアができるという点が嬉しいです。毛穴がすごく気になる時に使うと綿棒に汚れが目に見えて取れるのがすごくスッキリします。ただ綿棒で軽く撫でるというよりはちょっと押しながら拭き取ってあげるような感じになるので、お肌の状態がいい時に使ったり毛穴がものすごく気になるという時のスペシャルケアとして使うのがおすすめです。続いてこちら、メイクプレムライスバイオームバブルピーリングです。ファエのスクラブピーリング部門では現在圏外、口コミ評価は 4.45 です。こちらライスバイオーム 10000ppm と4世代の低刺激ピーリングであるラハ成分を配合しており、ふわふわした泡で刺激なく優しく角質のケアができるピーリングとなります。テクスチャーは押すとふわふわした泡が出てくるタイプです。使用する前にしっかりと振ってから水気のないお顔に、目元以外にお顔全体に塗っていきます。30秒ぐらい優しくくるくるとマッサージした後、ぬるま湯で洗い流します。香りは爽やかなリンゴの香りがあります。使ってみた感想はこちら敏感肌の方に本当におすすめしたいピーリングです。どんなお肌状態の時にもピリピリ感なく使えたというところが嬉しかったです。刺激なく角質ケアができて、徐々に毛穴のないツルツルしたお肌に整えてくれるピーリングです。続いてこちら、ワンデイズユーノーモアブラックヘッドです。ファエの鼻パック部門では現在第2位、口コミ評価は 3.94 です。こちらは最近韓国ですごく人気があって、日本でも SNS などで話題になっているアイテムです。こちらはハマメリス水ツボクサエキス 74% などが主成分となり、ペリペリ剥がしたりするタイプではなく、刺激なく皮脂を溶かしてあげるタイプのピーリングです。テクスチャーはシャバシャバとした水タイプとなります。洗顔後のお肌にコットンにたっぷりと染み込ませて、角質や毛穴が気になる部位に15分程度貼っていきます。老廃物や皮脂を溶かし浮かせて毛穴を引き締め鎮静する効果があります。使ってみた感想はこちらを使うと確実に角栓が浮き上がってくるのを実感することができました。浮いた角栓などを綿棒で軽く撫でてあげるとポロッと取れることがあるので、刺激なく黒ずみケアができてよかったです。こちらの CNP は溶かすパック、綿棒、引き締めパックとセットとなっていたんですけれども、その分コスパが少し高めとなるので、 CNP に対してこちらはたっぷりと量も入っていてコスパがいいと感じました。最後はこちら、ナンバーズイン3番耐えればすべすべキメケアシートマスクです。ファエのシートマスク部門では現在圏外、口コミ評価は 3.29 です。こちらはナンバーズインの新商品となり、私の大好きな人生アイテムである3番のシートマスクとなります。こちらは植物性原料8種を配合したティングルポアコンプレックスという成分が含まれていて、その成分が開いた毛穴をキュッと引き締めて滑らかなお肌に整えてくれる効果があります。毛穴はもちろんなんですけれども、くすみ、シワ、トーンアップなどの効果が期待できるパックです。テクスチャーは柔らかいトロッとした密着力のいいシートです。とろみのあるエッセンスがたっぷりと入っていて、20分間全く乾燥することがなかったです。つけた瞬間は全然何も感じなかったんですけれども、少し時間が経つと若干のピリピリ感が出てきて、全然痛いとか刺激になる程度ではなかったです。香りは若干の発酵臭がありますが、強くないので使いやすいと思います。使ってみた感想はこちら、使った後にすごくメイクのりが良くなったのを実感したのと、夜に使うと翌朝のお肌がプルンと元気になっていたのを実感することができました。普段は同じシリーズの3番トナーや3番セラムを使うことが多いんですけれども、今日は本当にお肌が元気なくて疲れてるなという時や、明日大事な予定があるという時にはこちらのパックを使うようにしています。ではここまでプチプラ毛穴スキンケアを紹介させていただきました。気になるアイテムなどはありましたでしょうか。毛穴は本当に永遠の悩みだと思いますので、ぜひ皆様の毛穴おすすめアイテムなどありましたら、よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。インスタでも動画のまとめや韓国の最新情報をアップしておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。